兄弟分と武選手が語るのが赤コーナーの後期スーパーバンタム級の一戦です。55キロリミット、頭にモンコンをつけてムエタイの象徴ですね。新興ムエタイジムからは1校 K1 ジム相模王のクレストからは後期リアム選手です。この階級のクラッシュ王者、一礼してくれました。コウ君さん、はい、こういうことがあるからもうこういうリングサイド含めて本当に K1 だったりクラッシュって楽しいんですよね。いやそうですよね。このリングサイドで誰が来たらすごい盛り上がりますよね。あとやっぱりさっき皆さん後期後期って言ってるんで僕が呼ばれてるのかなっていう現象起きてます。お名前で同じだっていうことですよね。年齢は3月27日で25歳になる後期です。あ、同い年ですね。これ同じですね。すごいです。同い年が活躍しています。重なりました。強いローキック、赤いグローブ、その後期。対して石川さん、1個もタイトルたくさん持っています。テクニック、定評ありますね。そうですね。K1 リング、K1 グループ初めての時はね、リアム選手に敗れてはしまったんですけどね。その後ね、ビッグバンのタイトルを取った時はね、この木山桃太郎っていうね、パンチの強い選手相手にね、この打ち合いの中でもちゃんと上回って、ベルトを取ってますからね。エルト戦でも、そのパンチで追いつくのではなくてその時は蹴りを生かしたなんていうふうに語っていますから、もうこれ刀は何本かもあるなという。そうですね、この K1 グループ仕様に上がってきてますね。その中でこの元クラッシュ王者大木選手ですからね。そうですね。ここはスウェーバックしての後期。なんといっても與座選手、やっぱり後期はこうやって前に前に出てくる前進スタイルですよね。そうですね、練習でも、ミット打ちだったり爆発力がすごいんですよ。それが今すごい出てるので、いいなと思いますね。もう間近ではご覧になっていると思いますけれども、同門クレスト勢このままでいいですか、序盤。そうですね、もうミドルにしっかり反応して、カーブだったりパンチも、打ち分けられているのでパーフィクいいですね。パウルトパンチにつなげた後期の全身ファイト。いや、ダメじゃありませんね。投げ倒しましたね。石川さん、これまさに下段に蹴ってからこのパンチの圧力。そうですね。でも本当最近の後期選手は左フックは一本返し。激しさの中に冷静さもあるからね。そうですね。組み立てが上手になりましたよね。こうやって前に出て倒すところ倒すという後期のスタイルなんですが、左を一個一つ返しています。与座選手、ダウンのこれダメージ1個どうでしょうね。ダメージはあると思うんですけど、ここで行き過ぎずにカーフから削って、それでもワンツー、前のめりに倒れた1個、ここでゴングは鳴らされた。いやー、この1勝でかいですね。でかいビッグインパクト後期、タケルとも瞬時に抱き合いました。石川さん、続けて伺います。いやー、本当ね、この今の自分のスタイルがどんどん大人になってるんですよ。元クラッシュ王者っていうね、戦い期からね、そこから今なかなか苦労してた時期もあったんですけど、どんどんちゃんとね、冷静さも手に出て、今日このね、圧倒的な KO プレーですからね。いやー、2期分タケル選手ともハイタッチを交わしています。ちょっとこう目にも止まらぬという攻撃。コウ君さん、いろいろあって回転と破壊力両方ですね。いや、すごいですね。あと僕思ったんですけど、パンツのこのコウキって名前とか髪色、フォームすべてなんかタケル選手似てますよね。本当にちょっと小さいタケル選手。そうなんですよ。なんかタケル選手また K1 で見ているかのような感じなので、これからもすごい楽しみですね。確かに。本人もそうしたところはもうしっかり意識してというのはずっと、練習も一緒に、こうやって、兄弟分として進んできたわけです。いやー、マイクまず来ますかね、この後どうでしょう。与座選手、ちょっと伺っちゃいましょうか。いい意味で行き過ぎることなく、上、中、下しっかり散らして、そこからの持ち味の爆発力が出たので、すごいうまい戦い方でしたね。しっかりとプラン通りということなんでしょうかね。マイクあります。おーす、クレスト後期です。今日はたくさんの応援ありがとうございました。そうですね、去年は1試合しかできなかったんですけど、今年はたくさん試合しようと思ってるんで、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。リアム選手、表情ちょっと変わったようにも見えます。でも同門の選手がこうやって活躍見せると、与座選手気持ちもいいでしょうね。いや、やっぱり刺激になるし、仲間の勝利はめちゃくちゃ嬉しいですね。またこれがチーム全体の活力になりそうです。再浮上、後期